谷うつぎは、スイカズラか谷うつぎ族の落葉低木。別名ベニうつぎとも呼ばれ、地方名でダニバナ、田植えの時期に花が咲くので、田植え花とも呼ばれる。梅雨の時期に山道を通ると、新緑の中で咲くピンクの花は一際生えて、見えるので見つけやすい。落葉紅葉樹。低木で樹高は2から5メートルになる。樹皮は、肺褐色で縦に咲け剥がれる。 新しい枝は赤みを帯び、無毛化に毛状があり、やがて枝先は枯れることが多い。葉は長さ3から10ミリメートルの傭兵を持って耐性し、葉身は長さ5から12センチメートル幅2から6センチメートルになり、徒長枝につく葉はさらに大きくなる。形は卵径、卵径楕円型から長楕円形、または等卵径、先端は A 戦闘でお状となり、 基部は円形、またはくさび型で、円には細かい教子がある。裏面には白い毛が密生する。下記は5から7月。今年枝の先端か溶液に三胞果樹を出して多数の花をつける。五列する学列編は長さ4から7ミリメートル。果敢は淡紅色のロート状で、長さ2.5から3.5センチメートル、計2センチメートルになり、 先端は放射層症にご列する。果敢の内側より外側が色が濃く、開花しているものよりつぼみの方が濃い。湯水は5本、雫水は1本あり、下中は湯水より長い。下期は10から11月。果ては長さ1.2から1.8センチメートル、計2.5から3ミリメートルの細い筒状になり、種子は長さ1ミリメートルの楕円型になる。 冬で果実はよく残っている。トウガは耐性し、褐色の卵型で多数のガリンに覆われる。トウガの脇につく洋根は三角形や三日月型で遺ンタバコンは3個あり、洋根の両側から量が出る。日本特産。北海道の西部、本州の東北地方、北陸地方、山陰地方に分布し、主に日本海型気候の産地の谷沿いや斜面に多く、 見られる。関東地方は、西木うつぎが多いが、新越圏境付近から、日本海側で谷宇津木が多い。雪崩が多発する休憩車地では、舟林などの高木林は成立しにくく、本州などのしなやかな低木類の群落となることが多い。群生すると、山一面が、紅色の花で染まる。荷色が美しいため、古くから庭園などに干渉目的で植栽される。 ことも多い。また、わかめは、よもぎの代わりに餅などに入れて食べる。田植え花などの農作の目安にされる異名がある一方、材木を、葬儀の際に骨を拾う箸に利用したことや、花が燃えるように、美しく、花の時期には、あたり一面が山火事になったように見えることからか、火事花、びと花、葬式花などの異名があり、忌み嫌われている地方もある。れに、 白花品種の白花うつぎがある。ありがとうございます。